のバスはおもろうるま。鍵屋は罪だらけ、窓は閉まらない。それでもお客さん我慢落ちてるよ。それは私が美人だから。田舎のバスはおもろうるま。でこぼこ道をガタゴト走る。皆様、毎度ご乗車いただきましてありがとうございます。早速で恐れ入りますが、ただいまご乗車の方は乗車券のお切らせを願います。あれもしょうがない後ろな、あんな道の真ん中で草食いよってさ、これじゃバスが通れねえでないか。ちょっと待ってなよ。オラが今降りてちょっくらどかしてくっからな。よーしどうてもねえ、草食えやええだ。そんなとこで寝そべったらバスが通れねえでねえかよ。ほらどけてば。どっこいしょと、いやーって言ったってしょうがねえでねえか。ほらどいてくれってば。どっこいしょと。この辺でええかね、運転手さんよ。ほんとにまあ世話が焼けるし、ほら汗かいちまった。皆様大変お待たせいたしました。はい、ご将来発車オーライ。田舎のバスは牛の邪魔け、どかさや通らない細い道。急ぎのお客さんブーブー言ってるが、それは私のせいじゃない。でこぼこ道をガタゴト走る。皆様、右に見えますのが鎮守の森、やがて左に見えてまいりますのが歴史に名高い雷山、雷山でございます。車はただいま県境の境川を通過中でございます。あ、ストップ。鎮守の坊さんまでねえか。町の嫁にこのおむつ届けてくんろ。今夜孫が生まれるかもしれねえだ。それはまあ心配だね。いいとも、俺が間違いなく届けてやるってば。じいさまによろしくね。皆様お待たせいたしました。降車出ます。はい、発車オーライ。どこでも乗せる、どこでも降ろす。頼まれ物も届けるものも、みんな私がしてあげる。田舎のバスはおもろうるま、でこぼこ道をガタゴト走る。皆様、ただいま車の故障でございます。治りますまでどなた様もご迷惑様ながらしばらくお待ちを願います。困ったね。今夜あたりバーンと来るんじゃないかと思った。らあれはこのタイヤ次の方が多いでないか。しょうがないな、おんぼろで急ぎの客あるしよ。あ、そんだ。おら、こと考えついたら、おらに任しておきな。な。皆様、お待たせいたしました。はい、降車出ます。はい、オーライです。発車、オーライ。田舎のバスは、のきなバスよ。動かない。その時馬に
ポポ